千葉市は今年で市政100周年。政令指定都市となった1992年にはマリーンズが誕生。30年近くを共に歩んできました。本日はその中から2001年をプレイバック。千葉市ではこの年市政80周年を記念して各区のシンボルマークとカラーが制定されました。そしてマリーンズでは7月9日3点を追う延長10回裏ノーアウト満塁からボーリックが放った奇跡の逆転サヨナラ満塁ホームラン、通称ボーリックナイトは伝説として今でも語り継がれている。これまでもこれからも千葉市と共に。